ごきげんよう。みえきこでしょうか。みえきこでーす。私が答えるやつじゃないんだよな。そっちじゃない、そっちじゃない。私じゃなかった。オーディオバランス大丈夫かな。どうでしょうか。どうでしょうか。波形は合ってる。波形で分かるプロ。あーでもどうだろう。すごい赤い。赤い。うん。どっち私？うん。ちょっと下げようかな。あ、分かった。ちょっとじゃあおしとやかに喋るね。うん、社長おっきいって。あ、おっきい。うん。ね。おっきいって言われても何がだって感じだけど。こんなの波形に入らないよ。あ、真っ赤だね。真っ赤だね。奪われちゃった、初めてが。どう？ちょうどよくん、ちっちゃくなった？社長の。どうでしょうか。ちっちゃくなったなんか、確かに嫌だな、これは。ビアさんもよく言ってるけど。そう、我々ですね、ラジオが始まる前、いつも、なんかいつもね、そう。ね学生の飲み屋みたいなスナックみたいな話をしてるんですけど、あ、いい感じ、ありがとうございます。そういつもみやんさんのね声が大きいんだよね。そうなんか設定が、温泉さんのそのミキサーの設定がいつもね、なんかトークバックの音量が大体でかくなってて、そう、前の人に合わせてんのかな。前の人がそうなんだろうね、うん、きっと多分そうだと思う、で、それでその最初 BGM の音量調整して、で、その後なんかミヤさんが喋ってて、で、BGM に合わせるとミヤさんの声でかいなみたいな。そうそうそう。大きいよーって言うと、ミヤさん、今日も大きい、大きい。ミヤさんのって大きいんですねって。そう、いやー、俺は別にそこまで大きくないよーみたいな。嬉しそうにね、言うんだよな、いつもな。